車の中にいるのじゃ。俺より秋ビリの列車に詳しい者などおらんからな。列車の中に変なものがいれば俺にはわかるんじゃ。お前も一緒に探してくれ。絶対見つけ出すぞ。戻ってきたのね。お疲れ様。何を言っているの？鏡？鏡なんてないじゃない。君も呼び戻されたのか？どうやらパムは本気のようだな。鏡？ベルトには見えないみたい。お前、何か見つけたのか？うえ、絶対に変なものがあると思ってたぞ。早く方法を考えるんじゃ。やめろ。私は悪人じゃない。私はガーデン・オブ・リコレクションのメッセンジャー。今後はこの列車に滞在させてもらう予定だ。よろしく。説明させてほしい。ガーデン・オブ・リコレクションはアイオン・フリに付き従う組織だ。記憶のメッセンジャーとして私たちは肉体を放棄しミームとなり宇宙を旅している。フリ様のために星の海にある最も貴重な記憶を探しているのだ。私がここに来られたのは、つまり君が記憶とガーデン・オブ・リコレクションの概念を認識していることを証明している。そしてその認識がガーデンのために複製のチャンネルを開き、直接君の脳に私を植え付けた。実は誰にも気づかれないようにこっそり君についていくこともできた。でもガーデンは貴重な記憶を持っている君を特別視している。しかもそれらは将来的にもっと増えるだろう。だからこうして声をかけることにした。それに君はメモスナッチャーの概念も認識しているな。言っておくが、ガーデンは泥棒などではないぞ。私たちの行動のすべては崇高な目的のためにある。さて、私たちはもう知り合いになれただろうか。それは違う。私は肉体を持たないからな。不正乗車にはならない。そうだ、紙に書かれた人物像だと思え。アニメキャラの立ち絵を不正乗車として非難することはできないだろう。率直に言ってしまうが許してほしい。私はただで君にこれらの情報を教えているわけじゃない。ガーデンは君の記憶を保存したいと考えている。だが心配は不要だ。私たちは記憶を奪い取ったりはしない。貴重な断片を複製するだけだ。取引だとでも思ってくれ。これは君の記憶を保存するために作られた忘却の庭だ。私たちは君が定期的にここを訪れ失われた記憶を呼び戻すことを望んでいる。
ガーデンはその中から欲しいものを得て、物質や公園水を報酬として渡す。さあ、我が古き体の記憶に誓おう。君が失うものは何もない。忘却の庭に入りたいのか？願いましょう。一子同時にな。僕が質問する。テス協調よ。トリア即戦即決で行こう。答えてみろ。エテン。存在とは知識は尺と真理を探り誤謬を混雑する。マイナスだ。記憶に移る。みなそこで深淵を迎えよ。エテン。弱っておるの。よいしょ。痛くもかゆくもない。始めようか。運命はさ。トリア。どうした？気分が悪いのか？強い刺激を与えることで潜在意識に対する防御を緩めるんだ。そうしないと君の記憶を複製できない。今後定期的に忘却の庭に入るだけでいい。さまざまな報酬を用意しよう。ああそうだ、私が請求列車に滞在していることはできれば二人だけの秘密にしてほしい。私は君の仲間の前に姿を現さない。だから君も黙っていてくれるだろうか。私のことを一つの位相霊か、もしくは問いかけの魔物だと言えばいい。彼らはよく消えたり現れたりするからごまかせるはずだ。また私に会いたければ鏡に近づくといい。何か見つかったか？ガーデン・オブ・リコレクションのものがここに？列車にいるの？どうやら噂に聞いていた記憶の指令が実体を持たず姿を見せたい相手にしか見えないという話は本当のようだな。列車は奴らが好き勝手に乗車していい場所じゃない。追い出すぞ。ああ、俺も賛成だ。ガーデンと関わるなんて危険すぎる。記憶に関する取引も怪しい。私たちでちゃんと対策を考えるわ。安心して、パム。ああ、頼んだぞ。Till we make it.
選択は思ってるほど手の届かないものじゃない。彼らに教えたんだ。はあ、もう彼らの記憶を封じるしかないか。すまない。でも私に選択肢はない。君以外に私のことを知られてはいけないんだ。彼らの記憶から私に関するキーワードが見つかったら一旦改ざんするしかない。どうして信じてくれなかったんだ。私は彼らを傷つけたりしない。でもガーデンには私たちには独自のルールがある。忘却の庭に入りたいのか。
Thank you.